フェルミ粒子の正体、分割不能、クォーク完全解説。こんにちは、皆さん。今回はクォークについて詳しく調べていきます。私たちが日常生活で目にする様々な物質は、その最小の単位として原子から成り立っています。原子は非常に微細な構造を持ち、中心の核、原子核に陽子と中性子、そしてその周りに存在する電子からなる3つの主要な部分に分けられます。一般の人々にはこの構造で十分に細かいと感じられるかもしれませんが、実は陽子や中性子自体もさらに微細な粒子、クォークによって構成されているのです。クォークは現代物理学において最も基本的な粒子として知られています。陽子はアップクォーク2つとダウンクォーク1つの組み合わせから、中性子はアップクォーク1つとダウンクォーク2つの組み合わせから成り立っています。これらのクォーク同士は強い相互作用という力で結ばれており、この強い結合が陽子や中性子を形成しているのです。物質は様々な階層の微細な構造が存在しており、それらが絡み合うことで、私たちの知っている宇宙の姿が形成されているのです。それでは、早速始めましょう。20世紀は、物理学の時代。20世紀初頭の物理学は、革命的な変換期を迎えていました。従来の古典的な理論や概念が破られ、新しい理論が台頭してきたのです。例えば、原子の構造に関する理解は、アーネスト・ラザフォードの原子模型から始まり、後にニールス・ボアが特定のエネルギー順位を持つ軌道上を動く電子のモデルを提案しました。また、光の性質に関する研究でも革命的な発見が続出しました。アルベルト・アインシュタインは1905年の光電効果の研究を通じて、光が粒子としての性質、光子を持つことを示しました。さらに、物質自体も波動の性質を持つことが、ルイ・ドブロイによって1924年に提唱され、その後の電子の干渉実験で確認されました。これらの新しい発見は、従来の古典力学では、微子的な世界を適切に説明できないことを明らかにしたのです。1920年代初頭には、ベルナン・ハイゼンベルク、エルビン・シュレーディンガー、ポール・ディラックらの先駆的な物理学者たちによって、量子力学という新しい理論体系が形成されました。さらに、この時期のアインシュタインの相対性理論もまた、物理学の大きな転換点となりました。彼は特殊相対性理論で、光の速度の一定性を、そして一般相対性理論で、時空の曲率を通じた重力の理論を提案しました。これらの理論や発見は、物理学の歴史において、画期的なものとなり、現代物理学の多くの進展の土台となっています。素粒子物理学の到達点の一つが、標準模型なのです。この標準模型は、私たちの周りの物質が、何でできているのか、どのような基本法則があるのかを詳細に説明しています。素粒子の探索。クォークは素粒子の一種であり、ハドロンと呼ばれる粒子、陽子や中性子の構成要素として存在します。クォークには複数のフレーバーと呼ばれる種類があり、それらは3つの世代に分けられます。3つの世代については、後で詳しく解説します。第1世代に属するクォークは、アップクォークとダウンクォーク、そして電子と電子ニュートリノです。これらは最も軽量で、私たちの周りの物質の大部分を形成する、原子核の主要な構成要素です。素粒子物理学の文脈で考えると、軽い粒子は通常、より重い粒子よりも、長寿命であることが多いです。例えば、陽子は非常に安定しており、現時点では、陽子の崩壊が確認されていないのに対し、より重い粒子、例えば、トップクォークは、非常に短い寿命を持ち、生成された直後に、他の粒子に崩壊します。陽子は2つのアップクォークと1つのダウンクォークから、中性子は1つのアップクォークと2つのダウンクォークから構成されていることが知られています。これらの発見の歴史を詳しく調べていきます。クォークの概念は1960年代の高エネルギー実験において、陽子や中性子などのハドロンがさらに基本的な構成要素によって構成されていることが示唆された結果として提案されました。以下はこの実験の概況です。ディープイネラスティックスキャッタリング。1960年代に電子を高エネルギーで陽子に当てるディープイネラスティックスキャッタリングの実験が行われました。ディープイネラスティックスキャッタリングは高エネルギーの電子を陽子や中性子を目標としてぶつける実験です。ス
スタンフォード線形加速器センター、スラックで中心的に行われました。スラックはその名の通り、線形の電子加速器です。この加速器を使用して、高エネルギーの電子をターゲットの陽子に向けて打ち込み、産卵を観察しました。この実験の結果、以下のような示唆が得られました。ポイントライクな構成要素。電子が陽子に当たると、産卵のパターンは陽子が一様な粒子ではなく、より小さなポイントライクな構成要素、後にクォークと呼ばれる、からなることを示唆していました。スケーリング現象。産卵の確率がエネルギーと産卵の角度の特定の組み合わせにだけ依存するという現象を示しました。このスケーリング現象は、陽子内部の構成要素が自由粒子のように振る舞っていることを示唆しています。具体的に言うと、もしこの構成要素が陽子内部で強く束縛されていれば、産卵断面積はエネルギーに依存するはずであり、一定の値を取ることは期待されません。しかし、スケーリング現象が観測されたことは、これらの構成要素が少なくとも産卵の瞬間において自由粒子のように振る舞っていることを示唆しています。これらの結果は、ハドロンがより基本的な構成要素からなることを示唆しており、これがクォークモデルの提案につながりました。後に、このモデルはクォークが実際にハドロンの基本的な構成要素であるとする、現代の粒子物理学の中心的な概念となりました。これがクォークの最初の実験的な手がかりとなりました。以上をまとめると、次のようにまとめることができます。クォークモデルの提案。1964年、物理学者マレー・ゲルマンとジョージ・ツバイクは独立にクォークモデルを提案しました。彼らはハドロンを形成するより基本的な粒子が存在すると提案し、これらの粒子は後にクォークと名付けられました。クォークの特性。ゲルマンとツバイクはクォークが特定のフレーバー、タイプと電荷を持つと予測しました。アップクォーク、ダウンクォーク、そして他のクォークの特性は、この初期のモデルで提案されました。クォークの直接観測。クォーク自体は直接観測することができません。なぜなら、クォークは常に他のクォークや粒子と組み合わさって、ハドロンを形成しているからです。しかし、高エネルギーの実験を通じて、クォークの存在やその性質に関する多くの証拠が得られています。ゲルマンとツバイクの提案以来、クォークモデルは粒子物理学の中心的な枠組みとなり、その後の研究によって様々なクォークの特性や性質が明らかにされました。クォークの発見の歴史。原子の核は陽子と中性子から構成されており、これらはアップクォークとダウンクォークから成り立っています。電子は原子の外殻を形成しています。素粒子の標準模型では、物質は第一世代の粒子として、次の4つであることが知られています。第一世代のクォーク。アップクォーク、電荷、プラス3分の2、ダウンクォーク、電荷、マイナス3分の1。第一世代のレプトン。電子、電荷、マイナス1、電子ニュートリノ、電荷0。この第一世代の粒子は、私たちが普段観測する物質の最も一般的な構成要素です。正確に言うと、レプトンはクォークとは異なる種類の素粒子です。クォークとレプトンは、素粒子標準模型における2つの基本的な粒子のカテゴリのうちの2つです。予想外の発見。第2世代および第3世代の素粒子は日常の物質の中では通常見られないものの、それらは宇宙や高エネルギーの実験の中で確認されています。実際、これらの高エネルギーの粒子は宇宙船によって地球の大気に衝突することで生成されることがありますが、それらは非常に短命で速やかに他の粒子に崩壊します。第2世代で最初に見つかったのはミューロン、ミュー粒子です。初めから第二世代があるという前提で確認されたわけではなく、偶然見つかった粒子です。ミューロンの発見はカール・アンダーソンによって行われました。1937年、彼は宇宙船の中で電子よりも約207倍重い新しい粒子を偶然発見したのです。当初、アンダーソンの発見した粒子の性質と湯川秀樹の予測が一致しているように見えたため、この新しい粒子は中間子であると広く信じられていました。しかし、さらなる研究と実験により、
この新しい粒子が実際には核力の仲介を行う性質を持っていないことが明らかになりました。重さ以外の性質は電子によく似ていることも分かりました。最終的にこの新しい粒子はミューロンとして分類され、中間子とは異なる存在であることが確定しました。はじめはミューメソンと呼ばれていましたが、後にその名前は短縮されミューオンとなりました。宇宙船が上層大気と衝突するとミューオンという粒子が生成されます。ミューオンは通常 2.2 マイクロ秒の寿命しか持たないにもかかわらず、高速に近い速度で動くため特殊相対論による時間の希釈の影響を受けます。この効果により高速で動くミューオンは地球の表面の観測者から見ると実際の寿命よりも長く生きているように見えます。そのため多くのミューオンが大気の中で崩壊する前に地表に到達することができるのです。大まかに言えば、同じタイプの粒子が異なる世代間で存在する場合、その違いの主な特徴は質量にあります。しかしただ質量が異なるだけでなく、その他の物理的な特性や相互作用も異なる場合があります。例えばミューオンは電子と非常に似ている性質を持っていますが、その寿命やいくつかの崩壊モードは電子とは異なります。パイ中間子はいくつかの異なる崩壊モードを持ちますが、最も一般的な崩壊モードはミューロンとその対応するニュートリノに崩壊するものです。具体的には正のパイ中間子は正のミューオン、ミュークラスとミューオン型の反ニュートリノに崩壊することができます。一方負のパイ中間子は負のミューオン、ミューマイナスとミューオン型のニュートリノに崩壊することができます。ニュートリノは非常に軽く電気的な荷電を持たない粒子です。非常に弱い相互作用しか持たないため検出が非常に難しいです。ニュートリノにはいくつかの種類があります。そのうち電子と関連するニュートリノを電子型ニュートリノと呼びます。同様にミューオンと関連するニュートリノをミューオン型ニュートリノと呼びます。ミューニュートリノと一般的には呼ばれます。さらにタオという別のレプトンと関連するニュートリノも存在します。ベータ崩壊は中性子が陽子に変わる過程で、電子または陽原子と電子型ニュートリノまたは電子型反ニュートリノを放出する現象です。この時放出されるニュートリノは電子型ニュートリノ第一世代であり、パイ中間子の崩壊に関連するミューオン型ニュートリノ第二世代とは異なります。この崩壊過程は非常に高い確率で起こるため、パイ中間子からのミューオンの生成は素粒子物理の実験でよく観測されます。実際宇宙船によって大気上層で生成されるパイ中間子は地表に到達する前にミューオンに崩壊することが多いのです。そうしてこれらのミューオンは地表に到達して検出されることがあります。第二世代のクオーク、ミューオンとミューニュートリノの発見によりレプトンには第一世代と第二世代があることが発見されました。一方クオークにも世代があることが分かりました。1950年代、宇宙船の実験中にいくつかの新しい粒子が発見されました。これらは K 中間子やラムダ粒子などとして知られています。これらの粒子は他のよく知られている粒子とは異なる長い寿命を持っていました。これらの新しい粒子の存在と特性は素粒子の理論に新しい要素を加える必要があることを示唆していました。その結果、新しいクォークのフレーバー、すなわちストレンジが導入されたのです。ダウンクォークの第二世代はストレンジクォークと名付けられました。ストレンジクォークは1950年代に宇宙船実験で発見されたストレンジネスという量子数を持つ粒子、K 中間子やラムダ粒子などと関連しています。これらの粒子はその名前が示す通り、通常の陽子や中性子とは異なる振る舞いや寿命を持ち、それがストレンジ、奇妙なと名付けられました。このストレンジネスを持つ新しい粒子の発見は新しい種類のクォーク、すなわちストレンジクォークが存在することを示唆していました。ストレンジクォークの概念自体はクォークモデルがマレー・ゲルマンとジョージ・ツワイグにより提唱され、1960年代に確立されました。次は加速器を使いアップクォークの第二世代の粒子の発見に科学者は取り組みましたが、なかなか見つかりません。1970年代初頭にアップクォークの第二世代ジアムクォークの存在が予測されたものの、その実際の発見は技術的な課題により難航していました。その主な理由はジアムクォークの質量が予想よりも重く、それを生成するためのエネルギーが非常に高く
く必要とされていたからです。この点はアインシュタインの方程式 E=mc2 からも理解できるように、質量が重いほど生成のためのエネルギーも高まるという原理が関与しています。そして1974年、技術的なブレイクスルーを達成したスタンフォード線形加速器センタースラックとブルックヘブン国立研究所 BNL により J 細粒子が独立に発見されました。いわゆる11月革命という大事件です。この J 細粒子はチアームクォークとその反粒子からなるメソンとして知られ、チアームクォークの存在を確証する重要な証拠となりました。この発見は高エネルギー物理学における大きな進展を示すものであり、クォークモデルの正確さを裏付けるものとなりました。それによって素粒子物理学の理論が一段と発展し、私たちの宇宙の基本的な構造を理解する手がかりを提供してくれました。小林益川理論。第2世代のクォークがまだ未発見である中、第3世代のクォークの存在を予想する驚くべき理論が登場します。自然界には特定の変換を行っても変わらないという特性、すなわち対称性が存在します。これはある物理的現象を変換してもそれが生じる物理法則が不変であることを意味します。例えば鏡像に映した時や時間の流れを逆転させた時などに物理的な法則が変わらない場合、その K は対称性を持っていると言えます。この中で CP 対称性というものがあります。これはチャージ・パリティの略で、2つの基本的な対称性、電荷対称性 C と空間対称性 P を組み合わせたものです。電荷対称性は物理現象を考える際に、全ての粒子をその反粒子に変えた場合に物理法則が不変であることを意味します。一方空間対称性は粒子の動きの向きを反転させた時に物理法則が不変であることを意味します。1960年代、軽中間子の崩壊を研究する過程で予想と異なる結果が得られました。具体的には軽中間子のある種の崩壊において CP 対称性が完全には守られていないことが示されたのです。この驚くべき発見に対して、1972年に小林誠と益川俊之は画期的な理論を提唱しました。彼らはこの CP 対称性の破れを説明するために、クォーク間の相互作用を表す新しい行列 CKM 行列を導入しました。この行列にはクォーク間のミックスを表す要素が含まれており、これが非ゼロである場合に CP 対称性が破れることを示すことができました。さらにこの CKM 行列の非対角要素が非ゼロであるためには、クォークが最低でも3世代存在する必要がありました。この事実はクォークが第3世代以上持つ必要があるという重要な示唆を持っており、現在の素粒子物理学の基盤を形成しています。この小林益川理論は後年の実験でその正しさが確認され、彼らのこの業績は2008年のノーベル物理学賞を受賞しました。そしてこの理論の重要性は単に軽中間子の崩壊の説明にとどまらず、宇宙の初期の状態、特に物質と反物質の非対称性の問題とも関連しています。今日なぜ宇宙には物質が主に存在し、反物質はごく少量しか存在しないのかという大きな謎に、この CP 対称性の破れが一つの鍵として位置づけられています。第3世代クォークの発見。1970年代初頭、素粒子物理学は非常に活発な時期を迎えていました。その中で特に注目されていたのは、レプトンという粒子の仲間で、電子とその中性の相方であるニュートリノ、さらには重いミューオンとミューニュートリノがすでに知られていました。このパターンに基づいて、さらに重いレプトンが存在する可能性が提唱されていました。そして1975年にスタンフォード線形加速器センタースラックでの実験で、マーチン・パール率いるチームが新たな重いレプトンを発見しました。この新しい粒子はタウ粒子と命名され、電子やミューオンよりもはるかに重いこと、および独特の崩壊モードを持っていることから、その特性が確認されました。タウニュートリノはタウ粒子の相方として存在し、タウ粒子の生成や崩壊に関連する反応で生成されることが多いです。ニュートリノはその性質上他の物質との相互作用が非常に弱いため、その存在を直接観測するのは難しいですが、
高エネルギー物理実験を通じてその特性や性質が徐々に解明されつつあります。マーチン・パールはこの発見の功績で1995年にノーベル物理学賞を受賞し、パウリウ氏の発見は素粒子物理学の理論標準模型の一部として後の研究の基盤となりました。1977年アメリカのフェルミ国立加速器研究所で行われた実験において、レオン・レデルマン、ジョン・ピープルズ、ドリーン・ファクラーラのチームは新しい種類の粒子を検出しました。この粒子は性質がダウンクォークと同じで、質量はストレンジクォークより重いのです。この粒子はボトムクォークと名付けられ、これが第三世代のクォークの発見でした。この発見はクォークモデルの支持と物理学の理論枠組みである標準模型の形成において重要な役割を果たしました。クォークとはハドロンという粒子のより小さな構成要素であり、ボトムクォークの発見により3世代のクォークの存在が次第に確認されていったのです。あとは加速器のエネルギーを高めていけば、いずれアップクォーク、ジアームクォークに対応する3世代目が見つかるはずです。しかしそのクォークが発見されるのは1995年まで待つことになります。その質量がアップクォークの5万倍、金の原子と同じくらい、ボトムクォークと比べても40倍であることも発見が遅れた原因です。トップクォークは1995年にアメリカのフェルミ国立加速器研究所で発見されました。この発見はフェルミ研究所の2つの実験グループ CDF コライダーディテクターアットフェルミラボと D0 によって独立に報告されました。この成功は多くの物理学者の共同作業の結果であり、トップクォークの発見によってクォークの3世代モデルが完結し、物理学の標準模型の予測がさらに裏付けられました。同時に小林益川理論も証明されたのです。3世代の素粒子。素粒子物理学において素粒子は3世代に分けられます。これらの粒子とその発見の歴史について整理します。まずレプトンについて見てみましょう。第1世代には電子があります。これは19世紀の終わりにジョセフ・ジョン・トムソンによって発見されました。同じ世代の電子ニュートリノは1956年にアメリカのクライデン・カオ・アンとフレデリック・ラインズによって確認されました。第2世代のミューオンは1947年にセスネット・メイヤーによって発見されました。その後1962年にはミューニュートリノがレーモンド・デイビス・ジュニアと彼のチームによって確認されました。そして第3世代のタウ粒子は1975年にマーチン・パールによって発見され、タウニュートリノの存在は2000年にドーナツ実験グループによって確認されました。次にクォークを見ていきます。第1世代のクォーク、アップとダウンについては1964年にマレー・ゲルマンとジョージ・ツワイグが理論を提案しました。具体的な発見は1968年にスラックのバードン・フリーマン・ホイットマンのグループによって行われた電子陽子散乱実験で間接的に示されました。第2世代にはジアームとストレンジがいます。特にジアームクォークは1974年にスラックとブルックヘブン国立研究所でほぼ同時に発見されました。論文の提出が1日違いであったことは有名です。最後に第3世代ボトムクォークは1977年にフェルミ国立加速器研究所でレオン・レデルマンらによって確認され、トップクォークは同研究所の CDF と D0 の実験グループによって1995年に発見されました。最近の研究。最後に近年行われている実験の最新の成果を紹介いたします。クォークの相互作用の理解。クォークは強い力によって結合してハドロンと呼ばれる粒子を作ります。強い力はクォークを非常に小さな距離まで引き寄せ、原子核の形成を可能にしています。しかし強い力は非常に複雑な力であり、その詳細なメカニズムは完全には理解されていません。近年クォークの相互作用を理解するための研究が盛んに行われており、いくつかの重要な成果が得られています。例えば LHC 実験ではクォーク同士を結びつける力である結合定数の精密な測定が行われました。またフェルミ国立加速器研究所のアトラス実験では
クォークが強い力を媒介する粒子であるグルーオンの直接観測に成功しました。これらの成果はクォークの相互作用の理解を深める上で重要な進歩といえます。クォークの新しい性質の発見。クォークには質量、電荷、色化などの基本的な性質があります。しかし最近はクォークの新しい性質が発見される可能性も指摘されています。例えばクォークはスピロンと呼ばれる粒子が存在すればスピロンの質量を介して新しい相互作用を持つ可能性があることが指摘されています。またクォークはクォーク色化と呼ばれる性質を持ちますが、この性質がクォークの相互作用にどのように影響するかについてはまだ完全には理解されていません。新しい性質の発見はクォークの理解をさらに深める上で重要な進歩となるでしょう。クォークの応用研究。クォークの研究は基礎物理学のみならず応用面にも大きな可能性を秘めています。例えばクォークの相互作用を理解することで新しい核兵器やレーザーの開発につながる可能性があります。またクォークの新しい性質を発見することで新しい医療技術や情報技術の開発にもつながる可能性があります。クォークの研究は今後も活発に行われていくことが期待されます。今回の動画は以上になります。クォークは物質の基本的な成分としての役割を果たしており、フェルミ粒子の一例として知られています。彼らは強い核力によって束縛され、陽子や中性子などのハドロンを形成します。クォークが初めて提案された1960年代から物理学者たちはこの神秘的な粒子を探求し続けてきました。各世代のクォークの発見は物理学の標準模型の根幹を形成しています。標準模型は物質の基本的な成分とその間の力を記述する現代物理学の理論フレームワークであり、クォークはその中心的な要素として位置づけられています。第一世代のアップクォークとダウンクォークは私たちの身の回りの物質の大部分を構成する陽子と中性子の主要な成分です。第2世代と第3世代のクォークはより高エネルギーの環境でしか観測されないものの、彼らの存在と性質は宇宙の始まりや大規模な宇宙の構造を理解する上で非常に重要です。近年の高エネルギー物理学の研究はこれらのクォークや他のフェルミ粒子が持つ特性や相互作用をさらに詳しく探ることを目指しています。このような研究は物質の最も基本的なレベルでの動作を理解し、我々の宇宙の成り立ちや進化についての知識を深める手助けをしています。今回はフェルミ粒子に焦点を当てた解説でした。次回はこれとは異なるカテゴリーの粒子、ボース粒子についての詳しい解説を行います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。